タロットリーダー協会のマリンこと吉永マリコです。今日は新年ということもありますので、おみくじタロットをやっていきたいと思います。ボイジャータロットでやっていきますよ。おみくじは今年1年というよりも今のあなたへのメッセージです。今年をより良い1年にするためにアドバイスのカードとして使ってみてくださいね。ボイジャータロット78枚のカードを大吉、中吉、吉、凶と4つのグループに分けてみました。大アルカナが大吉、家族カードとエースのカードが中吉、それ以外の小アルカナは吉、ネガティブカードが凶としてみました。78枚のカードの中から9枚引いてみました。この中からおみくじを引くように直感でピッと選んでみてくださいね。それではこちらの9枚から1つ選んでみてください。はい、カードは決まりましたか？それでは1つずつ見ていきましょう。1番のカードを選んだ方はこちら、中吉です。子供のようにワクワクする気持ちを大事にしましょう。心から楽しめることをしてくださいね。遊び心を忘れずに、遊びに夢中になっている子供のように集中して楽しめることをやってみてください。2番のカードを選んだ方はこちら、吉です。あなたは今何か恐れていることはありますか？今はそこにあえて飛び込んでみてください。勇気を出してそれにチャレンジすることは怖くもあるかもしれませんが、どこかでワクワクするかもしれませんよ。ほんの少し勇気を出してみましょう。今まで恐れていたことが飛び込んでみたら案外ワクワクに変わったりするかもしれませんよ。3番のカードを選んだ方はこちら、凶です。感情を癒してあげましょう。今のあなたは感情を閉ざしてしまっていて、そこによどみがあるのかもしれません。一度ゆっくり休んでそのよどみを流してあげてください。停滞することやとどまることは決して悪いことではありません。今はゆっくりと休んで負の感情をリセットしてみてくださいね。4番のカードを選んだ方はこちら、大吉です。大きな変化が起こる時かもしれません。あなたが自ら変化を起こす時なのかも。今あるものを一度思い切って手放したり、土台から崩してみてください。そうすることで、より良いものが生まれるかもしれませんよ。覚悟して大きな変革を試みましょう。5番のカードを選んだ方はこちら、吉です。今は動くよりも自身をしっかりと内省しましょう。本当にやりたいことは何なのか、最も大切なものは何なのか、などなどじっくりと考えてみてください。ゆっくりとリラックスすることも大事ですよ。リラックスした状態で自分自身を見つめ直す時間を作ってみてくださいね。6番のカードを選んだ方はこちら、凶です。
あなたには何かブロックがありますか？自分が何によって動きが取れないのか、何があなたを制限しているのか、ちょっと考えてみてください。それが分かったら、そのブロックや制限を解放してみましょう。あなたが抑えられていると思い込んでいるものは、実は簡単に外れる制限だったりするかもしれませんよ。それを外すことで、あなたはより自由になり、次なるステップへと進めそうですよ。7番のカードを選んだ方はこちら、中吉です。自分を大切にしましょう。自身の体を大切にし、家族や仕事などの居場所を整えてください。そしてそこから新たなものを生み出しましょう。そしてその生み出したものに、あなたのたっぷりの愛を与えて育てていってくださいね。きっとあなた自身もすごく成長できそうですよ。8番のカードを選んだ方はこちら、中吉です。あなたの中にあふれ出るアイデアを形にしていきましょう。右脳も左脳も駆使して素晴らしいものを生み出していってくださいね。アイデアを形にするには、まずそれを口にすることです。言葉にしたアイデアはあなたの脳や心にも響き、きっと形になっていきますよ。ぜひ素晴らしいものを生み出していってくださいね。9番のカードを選んだ方はこちら、大吉です。あなたには大きな可能性がありますよ。頭であれこれ考えずに行動していきましょう。好奇心のままに何にでもチャレンジしていってくださいね。あなたの中の無限の可能性を信じて、やりたいことをやっちゃいましょう。はい、いかがでしたか？おみくじタロットで引いたカードのメッセージを受け取り、今年もとびきりハッピーな1年にしましょう。それでは今日の TRA チャンネルはここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入っていただけましたら、高評価ボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日の担当は TRA のマリンがお送りいたしました。それではまた、ごきげんよう。